には1時間くらいは見てくれて、まあ見てくれと。ああなるほどなるほど、うん、さーっと見て帰る人はあんまりそうだね、なんだか分かんないからね。おっしゃる通りだね、うん、やっぱりね、うん、ここに向いたらマイクが届かないんですよ。だからマイクがこうなっちゃうね、うん、前回の失敗した。いや、ここでやりますよ。ここでこうとマイクこう届くので、はい、このところまで来て、ああ次回のやつ、うん、次回のやつ。ああなるほど。だからこれどかしちゃっていやで、ね、すぐ終わったら、うん、これパッとこっちに来て、写真は後半戦使いますか？話の後半戦。あ、写真はね、最終的にはね、これこの予約申し込み方法っていうのを流します。これ全体15分のこの辺ですか？だから最後。あ、全く最後、うん、あ、じゃあ、うん、終わったらスッとこれやって、うん、前にこれを取って、まあ、あの3回目やった後でいいです。あ、じゃあ3回目やった後でいいです。じゃあまあ前回みたいにちょっとゆっくりと、あんまり入れたらやめて、で番組終わったら予告の間は本線入ってはい、今お月さん出てるって言ってます。ああそうよかった。今来る時にね、ポチリポチリって雨にあったからね。ああそうですか。俺は傘持ってくれた。ああ、はいはい、あ途中で、うん、あら、うん、今見たらお月さん出てるから、お月さん出てるって言わんきゃいけねえって ん、何が出たって。いいですか。ん？はいはい、わかりました。はいはいはい、ありがとう。お、いいじゃないですかね。ほいさっさ、はい、うん、おしゃべりますしろ。こんばんは。しゃべくり松代の時間がやってまいりました。松代はですね、朝から雨が降ったりやんだりしておりましたですがね、現在はですね、お月様が出ております。はい、そんな状況でございます。今日のパーソナリティはですね、松代テレビ局の、会計の三田が担当いたしますので、よろしくお願いいたします。さて本日のゲストはですね、松代で明治から開業医をされて、2代目になります偉人堂神林医院の大先生であります、現在96歳でですね、現役の眼科医さん、目の医者さんですね、神林義則先生をご紹介いたします。先生よろしくお願いいたします。まあ、先生にお話をお聞きする前にですね、この町歩きセンターからですね、先生の自宅までの道筋をですね、写真でですね見てもらいますので、よろしくお願いいたします。これがですね、今現在、テレビで映っております、町歩きセンターの、ね、隣の駐車場になりますね。そこからですね、右へ曲がっていただきます。まあ、これは松代インターの方へ向かっておるんですけれども、これ伊勢町といいましてですね、
前にライブでやったと思うんですが、伊勢寺市のですね、伊勢町ですね、はい、でその次がですね、これ左側に見えますが、先生 の, あの美術館でございます。これは南側からちょっと見たところですね。でこれはですね、道路の、反対側からですね、写真を撮ったものです。ここはですね、美術館の正面でですね、バリアフリーになってまして、車椅子でも入れるような形になっております。先生、これはどなたが何か建てたとかっておっしゃってましたですね。はい、私がガンダラ仏や焼き物をたくさん集めたもんです。はいはい、私それを飾るためにせがれが、はい、今馬鹿先生ですね、3代目続いております、はい、若い者が作ってます、はい、ああそうですか。そのおかげでようやく整理がつきました。ああそうですか、そうしましたらですね、続いてここへ行く間にですね、駐車場がありまして、この大きなあのビルの隣ですね、ここが一応先生の、神林院さんの駐車場になります。この奥がですね、ですね、あの神林院の院さんですね。ここが、まあ、あの先生と、若先生がやっておられる、院さんですね。これ今先生出てきてますけれども、これもあれですよね、あの前私行った時になんかゴルフの練習に行くって言ってすぐあれ出てきたところで撮らせていただいたんですけども、先生なんかねゴルフもやっとる寄られるっていうのをお聞きしたので、私はね、はい、ゴルフは72から始めて、ああそうですか、今でもやっております。お元気で本当に素晴らしいですね。まあ、これですね、診療時間っていう形であれなんですが、まあ、これお出ししたのはですね、先生の、美術館にですね、予約しなきゃいけないっていうことですので、一応診療時間で8時30分から12時30分、午後は4時から6時、この間に、ですね、電話していただいて、大先生の方に、ね、コンタクト取っていただいて、予約をしていただくっていう形になりますの で, です、ね、はい、よろしくお願いします。あとはですね、これ先生、患者さん一応見ていただいている、見ているっていうこと。まあ、こういう感じで診察室で撮らせていただきました。はい、それでですね、まあ、先生のところに今美術館が漂っていますけれども、まあ、先生先ほど言ったあのガンダーラ仏と真っ白焼きの陶器を展示されているという形ですよね、はい、でまあ今日も あれですね、ガンダーラ仏と、真っ白焼きの一応経過ですね、またお話しいただくんですけども、まずはじめにですね、まあ、お父さんからですね、委員を引き継いだあれですね、どんな状況だったでございますかね。実は私のお父は、はい、医者をやっておりまして、私には兄があったんですが、兄は実業界の出まして、後に日弁実業の社長になりましたが、はい、それは後を継がないので私が2代目として後を継ぎ、ああそうですか、はい、なるほどですね、はい、でまあその時先生継いだ時に30歳ぐらいだとかとおっしゃってましたよね。私は眼科教室におったんですけれども、研究中に軍隊取られまして、はい、軍隊で、いろいろともう軍隊取られるともう眼科なんて言ってられないで、内科も外科も何でもやらせられました。あ、なるほどね、結局それが幸いしたか、はい、帰ってきてからは父が内科小児科をやっておったの、私はまた研究室に帰るつもりでおったんですけれども、父が亡くなったもんですから、私が継いで、はい、で結局そういう父の見てた患者さんも、はい、眼科も全部やるようになった。そうですか、なるほどですね。その時のあれですかね、町 の, その患者さんの状況ってどんなあれだったですか。あ、もう戦後ですからね、はい、もうよくよく医者もされないし、はい、それからもう
みんな栄養失調のような患者さんですからね、肺炎になってもペニシリンはない、薬が大体ないもんですから。なるほど、はい、大変苦労しました。そうですか。まあ、先生、お父さんがですね、まあ、開業されて、お名前がこれがね、一応偉人堂神林委員と書いてあって、まあ、この偉人堂っていうあれですね、これはね、はい、どういうあれでしょう。弔問にね、はい、偉人の名実寛骨霊峰という言葉があるんです、はい、お経の中に、偉人っていうのは精神を養うという、はい、あの一手字は養うという意味がありますね。で、精神を養うことによって、はい、寛骨骨も変え腹肩もみんな変えると、だから参戦すれば本当に丈夫になるという、そういうような意味なんでしょうね、簡単に言うと。なるほどですね、分かりました。まあ、あと先生、あの美術館に展示されている、まあ、真っ白焼きですとか、うん、ガンダーラの石仏ですとかって言ったで、うん、まあ、そういったのの先生、あの経過っていうんですかね、そういったものもちょっとあのお話しいただければなと思うんですけども。実は私松代に帰ってきましてね、はい、素朴なあの松代焼きというものを、学生時代は全然うちでも使っておったけれども、はい、そういう興味がなかったんですけど、開業して帰ってきてから松代焼きの素朴な美しさに触れましてね、はいはい、でこれはあの少し世間に知らせなきゃいけないと思いまして、はいはい、古川という非常にやっぱり松代焼きを代行してた床屋さんでしたですね。はいはい、まあ、私も知ってます。はい、一緒に、なって松代焼き保存会というものを作りました。なるほど、はい、そして松代で、はい、持ってる人のみんな集めまして2回ばかり展示会を開きました。そのために松代の人がまた一応松代焼きに対する認識を新たにした、そんなようなことで、ね、なるほどね、そんなことが原因で焼き物を興味を持って、はい、まあ、その支部長なんかやったもんですから長野の方行くようになりましたから、はいはい、いろいろとあの皆さんと交流してる間に、はいはい、中国だ朝鮮だの、そういう焼き物にも興味を持ちまして、はいはい、その後ですね、はい、中国行くよう、あの一度遊びに行きまして、仏像をたくさん見ましてね、はあ、一つ仏像の研究をしようと思いまして、はい、なるほどですね。それで何から勉強しておく、日本の仏像ではちょっと面倒かなと、うん、じゃあ仏像の一番初めのガンダーラ仏から勉強しようと思って、はい、なるほどですね、それがガンダーラ仏に入った最初です。はい、そうですか。これ先生、この間行った時の一応あの美術館の中の写真をちょっと今ね、お見せしましたけど、これは松代焼きですかね。これは松代焼きですね。そうですね、でこれ続いてこれは何でしょうかね、あのなんか花瓶みたいなやつがあるですか。これも同じですね。これも松代焼きですか。そうですね、はい、これが先生今言われた、そうですね、はい、さっきの写真はちょっとはっきりしないけど、そうですね、わからないですか、はい、これはガンダーラ。これもガンダーラですね。はい。これが、まあ、先生おっしゃってた、国内で。おそらくね、これはアフガニスタンのね、博物館にあったものです。はい、でこういうものはもうおそらく博物館しかないんです。ところがアフガニスタンがアメリカとか、ご存知のように、はい、クルド族で。破壊されましたね、そのためにその美術館が壊された、それでアフガニスタンからその美術館にあったのが、はい、幸いに私の手に入った。なるほどですね、まあ、あとこれは、はい、あのガンダーラ仏の一番最初のまだ、一番最初のものでしてね、まだあの、はい、ですね、ガンダーラの方が、仏像なんかは作る以前にね、はい、ガンダーラの今年あのガンダーラじゃないギリシャの美術に通じる、はい、
石膏が作ったものです。なるほどですね。ね、それでガンダラの最初のものです。はい、まあ、これも先生あのあれですね、先生とあと後ろの方のあれも一緒にあの撮らせていただきましたですけど、はい、あの中央ののは例の漆喰でできてる。ああ、そうですか。まあ、特殊なあれですね。4世紀くらいです、ね。はい、まあ、これも一応ねあの見させていただいたやつです。はい、これがあれですね、先生言われて、またこれも特殊なっていうか、これはね、はい、日本に2点しかないですがね、はい、これはあの化粧皿とかっておっしゃってたんですね。化粧皿ですかね。そうですね。これは日本に化粧皿はいくらもあるんですけど、この図柄、はい、は、はい、日本で2点しかないです。ああ、そうですか。こういう化粧皿って書いてあるんですよね。これですね、ギリシャのあれだって書いてありましたですね。はい、はい、で、まあ、あといろんな収集されてますので、まあ、先生これあれですね、あの今後、先生の方で、説明したりとか、館内案内していただくっていう形はあれですよね、あの予約が必要だっておっしゃってましたんでね。分かりました。予約していただけば私が言うときはいつでも無料で入りいただいて、はい、約1時間ほどかあり、はい、説明させていただきます。あ、そうですか、分かりました。じゃあ一応こういう形でですね、あ、ちょっと見づらいかな、まあですね、神林先生のところ の美術館の、見学の予約申し込みっていうのがありましてですね、これで見ますとですね、ですね、まあ、年齢は先生大正3年生まれで96歳ですよね。はい、で、まあ、72歳からゴルフ始めて現在80歳とか90歳の仲間と今回っておられたり、まあ、練習もしたりとかっていうね、やっておられますよね。で、まあ、先生今眼科診療しているので、まあ、美術館の見学とか説明っていうのはやっぱりあれですね、金曜日か土曜日日曜日の午後1時半からっていう形でよろしいですね。毎日でもいいんですけれども、はい、私がいないいるのはなる金土日がいいと思います、ね。分かりました。はい、ですので、まあ、一応ここに流しましたですが、午前9時から12時30分、それから午後4時から6時の間ですね、神林委員さんの方へ、予約をしていただいて、先生に確認を取っていただいてからですね、美術館の方へ、来ていただければいいかなと思います。はい、電話番号はですね、神林委員さんの 026-278-2101、026-278-2101 です。ぜひ、お待ちしておりますので、まあ、駐車場はですね、神林院さんの専用駐車場で結構ですので、ぜひお出かけいただきたいと思います。先生、今日はどうもいろいろありがとうございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。インターネットだなんて言われたら、ありがとうございました。ありがとうございました。真っ白の足だけだと思って。いやいや、そうじゃないんですよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そこら辺です。そこら辺です。そこら辺に出て。さて、来週のしゃべくり松代は、ビデオカメラを撮らせたら横に出るものがいない、素晴らしいね、私どもの、松代テレビ局のカメラ部長片桐さんですね、片桐さんよろしくお願いします。はい、こんばんは。早いもんですね、もう来週で第4週を迎えるわけですよね。まあ、私もね、本当に今月の初めから始まったわけですけども、
もう毎週楽しみに皆さんの量を見たり聞いたり自分で楽しんでね。そうです。それで、さて来週は、この近くの里山といいますかね、雨風山とか、そういったトレッキングの推奨されている、島田さんと、それから寺尾地区地元でもって、早くからね、トレッキングをしている宮林さん、お二人をお迎えして、お話を聞くことになっております。片桐さん一緒にやってるんですか？私はね、ほとんどたまにはね、顔出すんですけども、見る方が専門、そっちですね。そうですか。じゃあ、来週も楽しいお話聞けますかね。お楽しみにしていただきたいと思います。それではね、来週楽しみに。実はですね、今日八代高校の、ね、1年生の方がね、ここに見えてるんですよ。ね、いやー、皆さんちょっと来てくださいね。いやいや、今日はね、いや今日素晴らしい思いがけないね、お客さん一言ずつ言ってきます。名前言いましょう。名前言っちゃいますよ。あそこで映ってるからね。はい、名前言っちゃいましょう。八代高校1年の加藤です。はい、次こっち来ましょう。はい、名前言っちゃいましょう。はい、同じく坂口です。おー、はいはい、行っちゃいましょう。伊藤です。ああ、そう、はい、いや、これね、若い皆さんがね、見ていただいて素晴らしいです。またしてですね、町のテレビも本当に皆さんにね、来ていただいて、またこれからもよろしくお願いします。うちは松代ですか？松代です。あ、そうですか。じゃあ引き続きね、この町のテレビをよろしくお願いします。それでは来週の町のテレビご期待ください。お願いします。しゃべくり松代、また見てねー。